富立根尾1月1日から1967年10月16日は日本の小説家。柔道五段。東京府生まれ。明治大学小学部卒。はじめ心座文芸部に入って、進撃運動に参加した後、姿三四郎が大変な人気を呼んで、流行作家となる。戦後、面、姿勢で、直木賞受賞。映画家。 ドラマ化された作品も多く、大衆文学の大家として人気を博した。柔道家、富田常次郎の子として東京府に生まれる。長田町小学校、旧西日本大学中学校卒業、明治大学小学部。在学中、死士、感情革命を創刊する。1928年、河原崎長寿ローラの心座文芸部に参加する。他のメンバーに、 船橋千一、村山智義らがいた。姿三四郎で流行作家となる。戦後、姿勢、面で第21回直木35章受賞大衆小説の大家として知られ、生前は長者番付の作家部門では常連として名を連ね続けるほどの人気を誇った。数多くの作品が映画化、テレビドラマ化されており、人気を博している。 1965年度の日本レコード大賞受賞曲であるミソラヒバリの10話富田原作の同名ドラマの主題歌であった姿三四郎は1943年黒沢明監督藤田進主演で初映画化され戦後もたびたび映画化ドラマ化され1986年には弁慶を原作として NHK で連続ドラマ 武蔵坊弁慶が放送されている。1950年代以降は、場主として競争場を走らせており、所有場には姿三四郎にちなんで、姿という冠名をつけていた。主な所有場には、ダイヤモンドステークス優勝など、通算10勝を挙げた峰の姿など。1967年10月16日、食道修行のために死去。63歳没。 ありがとうございます。